皆さんこんにちは。前回動画に引き続きお侍の声が出ませんので私がナビゲートさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。今回は魔盤から調教と展開の解説をさせていただきます。解説は AI 小侍が解説いたします。チャンネル登録はされましたか？この機会に登録してくださいね。いよいよ天皇賞ですね。うちは国先行馬が多いような気がしますが、ここからは小侍さんに解説してもらいます。まずはこのまま動画をご覧いただき、イメージを一緒に膨らませましょう。この先は字幕での解説になります。よろしくお願いします。これで会社を辞めました。ますますですね、声が出なくなってしまいましたので、もう今出ないんですよ。ちょっと AI に頼みましたのでご了承ください。1枠1番にはベラジオオペラが入りました。先行できるこの馬にとっては最高の枠となります。今回枠の利はこの馬にあるのではないでしょうか。まずは最終追い切り評価です。6ハロン 85.0 ラスト 11.3 でシーウッドで並走の内側です。鞍上が引っ張り上げるぐらいの馬なりでの行きっぷりです。調教評価は S 評価です。東京競馬場の 2000m は引き込みからのスタートなので3コーナーまでが最初の難関になります。最初のコーナーまで7秒から8秒かかります。大阪杯では約11秒でスタニングローズに並んでいますので、で遅れがなければ先頭集団のうちを走るベストポジションです。2枠2番はマテンロースカイです。毎日王冠は馬なりで出して7秒後に中断です。中断から後方の内側を予測します。最終追い切りでは立東はの 51.8 秒でラスト 12.4 秒でした。入り口ではうるさい仕草で行くかと思いきや、馬なりでは進んでいきません。状態は停滞しているように見えます。調教評価は B 評価です。2枠3番はステラベローチェです。この馬も前で競馬ができるようになりましたので良い枠だと思いますよね。毎日王冠では馬なりで出して7秒後には3番手にいます。綺麗に出れば先行内側を確保できます。最終追い切りはどうでしょうか。立東はの 52.2 秒ラスト 12.2 秒で単走の中央を走ります。馬なりで大きな変わり身は感じません。
気の流れもよく感じません。調教評価は B 評価です。3枠4番はパスティエーラです。大阪杯の7秒では4、5番手です。ここで追うとどうでしょうか。松山さんなら馬なりで進むでしょう。そうなると中段の内側に陥る可能性があります。最終追い切りは美穂、ウッド、6、ハロン 82.8 でラストは 11.4 でした。二等並走の内側です。だいぶ汗をかいて舌を出しています。ラストも元気がなく、ここではどうでしょうか。調教評価は B 評価です。3枠5番はノースブリッジです。札幌記念では馬なりで様子を見る形になりますが、7秒で3番手です。東京の馬場なら2番手まで行けます。最初のコーナーでポジション勝負をつけてくるなら少し加速させるかもしれません。そうなればバックストレッチでは前方の1番手、2番手はキープできるでしょう。最終追い切りは美穂の芝コース、4ハロン 54.9、 ラスト 11.9 です。札幌記念も芝での追い切りでしたから問題はないと思います。動き自体は順調ですね。ラストは自身でストライドを伸ばしています。調教評価は B 評価です。4枠6番はソウルオリエンスです。真ん中だからといってここで出してくることはないですね。後方の内側から2番目くらいで3コーナーを回りそうですね。最終追い切りは美穂、ウッド、6ハロン 81.9、 ラスト 11.3 でした。並走後ろから追いかける状況です。気持ち右に持たれるも馬なりでリズムよく追い切りました。順調さが見えます。調教評価は A 評価です。4枠7番ドーデュースです。この真ん中は難しいですね。後方に下げると中段グループに入るので最後に出られなくなります。昨年は前で競馬をして足がたまりませんでした。ジャパンカップでは7秒で11投目くらいでした。もし2023年の天皇賞のようにスタートが良ければ3コーナーでは前につけるでしょうね。ここで抑えると2023年のジャスティンの隣から2024年ならリバティアイランドより外3頭が遮光してくるでしょうから後方に置かれてしまいます。展開的には前に出していきそうです。最終追い切りは立東、ポリトラック2頭の内側です。6ハロン 81.1、 ラスト 11.2 といつものメニューだと思います。動きを見ているとまだ構想時の気の流れには見えません。2000メートル戦ではここだけですから目一の勝負なのでしょうが、次も考えているかもしれません。そんな動きに見えます。調教評価は A 評価です。もちろん調教は毎回抜群です。5枠8番キングスパレスです。新潟記念では7秒で少し押しながらでも7番手くらいですので、このメンバーなら無理に追わず、シュタルケ3も天皇賞豪車ではないので後方に移行するはず。最終追い切りは美穂、ウッド、6ハロン 83.0、 ラスト 11.3 でした。並走の内側で馬なりから並走後は解放し、良い感じで加速できています。自力は別としても体調、調教は文句なしですね。調教評価は S に近い A 評価です。5枠9番ホーオービスケッツです。この馬がこのレースのキーマンとなるでしょうね。毎日王冠では7秒後には1馬身近く前に出られます。トモエ賞でもおおよそ8秒で1馬身です。シルトホルンが続くと思いますが、ここは内側1番手で奥村厩舎の2頭が引っ張る展開となりますよね。前半は60秒のマイペースくらいと推測します。最終追い切りは美穂、ウッド、6ハロン 82.8、 ラスト 11.4 でした。並走の内側馬なりですが、合わせてからは気が溢れています。負けない気持ちでここまで一番の気迫を感じます。今年6戦目ですがまだ疲れは出ていませんね。本当にタフな馬です。前走ぐらいはキープされているのではないでしょうか。調教評価は B 評価です。6枠10番ダノンベルーガです。2022年はシャフリヤールをアーモンドアイに軽くぶつけながらの積極策で7秒後には4列目の2番手を走っています。向こう上面では大外を回しながらの大味な競馬でした。そして壁のないシャフリヤールはかかってしまいます。シャフリヤール騎乗3戦目なので手の内に入れた騎乗だと思います。さてベルーガは2023年はモレーラさんが出して7秒5番手、2022年もおおよそ5番手、赤帽子から緑に変わりますのでさらに外側となるので、今回は引いて
うちにつけないと足がたまらないはず。ジェラルディーナではエリザベスで後方からの抑える競馬で、最終コーナーから加速する騎乗で一着へ導いているので、2022年の屈辱を晴らすべく鞍上ではないかとも感じます。最終追い切りはミホウッド6ハロン 83.5 ラスト 11.5 タスティエーラの外回りでした。馬なりから並走後は気合をつけるが、思うような反応は見られませんでした。一周前で S 評価の追い切りをしているので少し期待を外しましたが、点乗りでクリスチャンの期待に応えられるかです。調教評価は A 評価です。6枠11番ジャスティンパレスです。2023年阪神大賞典ではスタートがよく7秒で4番手でした。2023年宝塚では鮫島騎手で7秒後に中段から下げています。昨年天皇賞はたけし君で7秒後候補を3番手、これがハマりました。最後直線前ではしんがりからの追い込みでした。ジャックドールの逃げは 1000m57.7 の1分55秒のレコードです。さすがに今年は60秒を予測しますので、しんがりからだと届きません。鞍上も境騎手なので、スタートが綺麗なら出せば出したなりに応えてくれるのではとも思います。基本的にルメちゃんは出していると思うからです。最終追い切りは立冬はんろ 52.8 のラスト 12.3 単走でした。一周前も販路とメニューを変えてより速いダッシュをつけているものと思われます。最終でも少し促ししていますので、前に出すためではないでしょうか。調教評価は A 評価です。7枠12番リバティアイランドです。この馬外枠は初めてで5枠9番まででした。ジャパンカップで抑えて4番手、秋華賞でも7秒で4、5番手、3列目くらいの中段を走ることになりそうです。最終追い切りは立冬シーウッド 85.5 ラスト 11.3 です。単走で足元確認レベル、一周前と比較すると違う馬と思うくらいのんびりペースですが、十分なんでしょうね。調教評価は A 評価です。7枠13番シルトホルンです。鳳凰の2番手追走です。最終追い切りはミホウッド6ハロン 82.2 ラスト 11.4 です。3頭合わせの外から馬なりで加速していきました。前走維持で良好です。調教評価は B 評価です。8枠14番レーベンスティールです。大外に入ってしまいました。戦略を練らないと厳しいですよね。私が打っても仕方ないのですが、あくまでもイメージです。新潟では8枠15番で7秒後も早い展開で中段5番手、終始大外を走る結果、最終コーナーでは2列目3番手くらいからの進撃です。エプソムカップでは早いダッシュで7秒後には2番手、オールカマではゆっくり出ても3番手、隣がシルトホルンなのでリバティの直後にはつけられますが、おそらく前に行くでしょうね。リバティの横がジャスティンパレス、ダノンですから、鳳凰ビスケッツの後ろ、先行集団へ向こう正面までにつければ、鳳凰、ノースを行かせて3番手あたりで息を殺すかもしれませんね。向こう正面で息を整えて、足を貯めればこの枠でも力は出せます。先行できるのがこの馬の取り柄。ルメちゃんの馬の主者も先行できる馬だからではないかと思います。最終追い切りは、ミホ、ウッド、6ハロン 77.5 ラスト 11.4 です。ほぼ馬なりでしたから、一周前の6ハロン 80.2 より良い時計です。ほぼ同じ位置をトレースしていますので、さらによく見えます。一周前では遊んでいましたが、ラストは入り口で着替え着戦闘モードに入りました。さすがは鞍上。調教評価は S 評価です。最後は8枠15番西野ブナントです。後方に下げる展開でしょう。最終追い切りはミホウッド 6F82.8 のラスト 11.4 並走のうちです。少しおっかなびっくりして、気持ちの優しい子なんですね。調教評価は B 評価です。いかがでしたか。今回の動画では最終追い切りと展開を一頭一頭見ていきました。調教、枠、展開からパーフェクトな馬は1番手でラジオオペラになります。この調教内容でこの枠なら先行力を生かして押し切れるかもしれません。2番手はリバティアイランドを推奨します。枠順的には厳しいですが、多少のロスも 2400m の実績があれば問題ないかと思います。調教も素晴らしいですし、ここは外せない1頭です。
3番手はレーベンスティールです。内枠勢も考えましたが、先行できる強みは天皇賞を知り尽くした鞍上が配した結果だと思います。ここまでの内容がまあまあでしたら、ぜひグッドマークをお願いいたします。そして雨の心配もありますので、土曜日の夜に最終予想が配信できればさせていただきます。それは体調次第とお考えください。ジャパンカップ有馬記念に向かって、この機会にチャンネル登録をお願いいたします。私は2月の寒い時期は放牧に出るやもしれません。ぜひ私と放牧生活をいたしましょう。応援よろしくお願いいたします。それではバイバイ、またね。